皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さて今回はクリスマス直前でございまして、みんなが歌いたいあの曲、ドリカムの雪のクリスマス、ガズレレ流超簡単バージョンでこのウクレレでやってみようと思います。はい、簡単にしましたよ。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるように、ちょっと練習すればきっとすぐできます。はい。やりまして、後半はかっこいいバージョン。バッチリ決めてやってみようと思います。最後までご覧になってください。さて、ウクレレ。ウクレレで大好きな曲を弾く、季節の曲を弾く。これ最高ですよ、皆さん。はい。カラオケで歌うのとはちょっとまた違う。自分の生演奏でこのテンポとか強弱もコントロールしてね。はい。で、ウクレレがいいんですよ。これ皆さんね、音楽を諦めていた方、楽器は苦手なんだよ、だって音楽も全然ダメという方、ウクレレが救ってくれますよ、これ。ウクレレ簡単なんですよ、すごく。弦も4つしかないし、ちっちゃいでしょ。いつでもどこでも触ってこう練習できる。楽しいですよ。他の楽器ではね、なかなかこうはいきません。ウクレレはね、簡単。だけど、奥も深いんでね、ずっと続けられます。なかなか奥深い楽器でございます。はい、どうしたら始められるか。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルの動画を見ながらちょっと触るだけで、すぐに、あっという間に弾けますからね。ぜひ皆さん始めてください。ここにリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところに行ってください。クリック、カシッ。行ってらっしゃい。その初心者レッスンはここというところから、数字の順番に動画を見て一緒にやってるだけで、あれ弾けちゃってんじゃん私ってすぐなりますからね。どんどんやってください。そこにはもうすでに650曲以上の最新 J-POP から定番 J-POP、夏メロから映画音楽からアニメソングから洋楽ハワイアン、ありとあらゆる音楽が600曲以上、もうすでにウクレレレッスン用簡単動画で上がってますからね。どんどんやってください皆さん。よろしくお願いします。さあ、早速行きましょうか。雪のクリスマス。心を込めて、まずは超簡単版、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1,2,3。街灯が灯る頃に冬雪が少し粒の大きさ増した、さっきからもう首が シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。これはね、歌いたいですね。はい、雪って今年はちょっと降りそうにない感じです。東京はね、カンカン照りですから。はい、はい、じゃあ今の動画のテロップを、書き写してもいいし、なんですけど、このねノート、
見せますんで、こういう風に書いてください。ノートに書くとね、頭に入りますからね。はい、おすすめです。で、今イントロはちょっとシンプル簡単バージョン省いたんですけど、これ後半やりますんで、まあメモっといてくださいね。で、ここから曲が始まっていきます。で、いつものことなんですけど、この下に丸く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで使うコードで、ちょっとコードに変化がありますからね。はい、後で解説します。この波々は一応メロディーライン。このラインね、メロディーラインとどん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 上がっていくとか、点でタイミングが測ってます。はい、ここね。ガイドガーと、この点が結構ポイントで。参考になる方は、メモってください。参考ならそうな無視でいいですよ。はい、じゃあこの辺から一時停止でメモってってください。ほい。はい、次の箇所。はい、どうぞ。もちろん皆さん説明しなくてもわかると思いますけど、これガズレレ流、ショートカットバージョンですからね。フルでやりたい方は、コード書いて2番の箇所を足していけばできます。はい。で、こんな感じの、楽譜の構成になります。で、これは構成はですね、今1番やってサビやって、繰り返しの2番目のサビをやって、もうエンディングいっちゃったという、相当ショートカットになってますね。はい。で、2番やりたい方は書き出してください。じゃあ出てくるコードのご紹介いきます。C、C7、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。出たこれ。これまあ9個ですけども、C7 ってこれ1本指なんでね。これね、こんなにいっぱいコードあるのかとか、残念がらないでください。これはね、これです。ガズレレ必須コード。オールスター勢揃いでございます。このガズレレ必須コードというのは、実はですね、皆さん、コードというのはね、星の数ほどあるんですよ。全部覚えようとしたら大変ですからね。そういうことではなくてですね、このガズレレ必須コードというのは、コード8個のグループです。この8個のコードだけ覚えておけばですね、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルで、この優しい、わかりやすいガズさんと一緒にワイワイセッションできるという魔法のような8個のコードがありましてですね、簡単です、すべて。すべて簡単に抑えられるから、これがいいんです。このガズレレ必須コードも必ずマスターしてください。以前その必須コードをまとめた解説している動画をここに貼っておきます。この動画も絶対見てくださいね。この8個のコード覚えてください。その中でもほとんどこれほとんどとか全部出てくるんですよ。はい、出てこないの C7 かもしれない。まあ見てご覧になってわかるよ。 C7 ってのはここ1個押さえるだけですからね。はい、これでできちゃいますんで、ゆっくり4つ引きで心込めて歌う。これでもうね 100% ですからね。皆さん、まずはここまでやってみましょう。はい、でね、じゃあここからかっこいいバージョンの解説できます。コードは1個変換コード。Fmを使います。はい。いいですか ?Fmだけ、これだけちょっと解説しておこうかな。押さえる場所はここと、ここと、ここだから、こう押さえます。これいつも出てくる、ちょっと難関コードですけどね。で、ガズの場合は、ここ、上を親指で押さえちゃいます。これどっちでもいいですからね。はい、親指がうまく使えない人は、この手首の角度を使うと、こうなってる人は親指使えないですから、まあ、こういうふうにうまいこと。まあでも、これでもいいです。もちろん。これでいいですよ。ただ、これが Fmが入ると相当色気が出る、ふんわりした感じになると思うんで、ぜひ、挑戦してみてください。で、弾き方ですけど、はい、これ、ガズペジオという弾き方、メインでいきます。こうです。ライトがこんな感じ。ピアノっぽいイメージ。これガズペジオは結構ピアノっぽい曲の時に使えるやつですね。あとね、後半の繰り返すサビで16ビートチャをちょっと入れてみると思います。全部ね、ガズペジオでもいいかなと思うんですけど、まあガズレ流でちょっと盛り上がる感じで、そうするとこうなります。あなたと出会えたことが今年んだか、パッカッチャッ。こんな感じです。カッチャッカッチャンド、カッチャッカッチャンド。これは16ビートのチャ。という弾き方なんですけど、はい、この2つの、ガズペジオと16ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っときます。このリンク先はガズレレホームページの1ページで、ウクレレでできるリズムのいろいろというページの中からいろんな奏法を紹介してるんですけど、その中からガズペジオと16ビートのチャを練習してみてください。ちなみに16ビートのチャをですね、まず8ビートができないとできないんで、まずは8ビートから始めるのがいいと思います。イントロも今回つけますね、かっこいいバージョンで。ここに書いてあるんですけど、結構伸ばし気味です。じゃーん、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 こんな感じ。まあ、イントロは動画の中でちょっと確認しながら見ておいてください、これね。で、あとですね、さっきは省いたんですけど、このワンブロックに4つコードで、じゃん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 コード変わるところとか出てきますんで、この辺ちょっと変化がね、ありますんでね、歌の中で確認してください。最後のところの、メリークリスマスというところとかもこういう4つ並びになってますから、この辺が注目のところですね。さあ、そんなことで、こう、ゆったり気分でね、こう、雪がこう降るイメージ、今、カンカン照りですけどね、あんまりイメージつかないんですけど、まあやってみましょう。はい、さあ、しかも沖縄から帰ってきたばっかだからね、なんかヘンテクな感じなんですよね。まあまあ、心を込めて、雪のクリスマス、ドリカム。かっこいいバージョンやってみる。1 2 3 4
バージョンやってみました。素晴らしいですね。テンション上がっちゃいます。あの歌詞でね、ここが好きなんですよ。あなたと出会えたことが今年最大の宝物。今年最大っていうのはいいですよね。もうはい、皆さんもこうやってね、ガズレ YouTube で出会えてよかったです。ありがとうございます。まあ、こういう曲、大好きな曲を心を込めてこのちっちゃいウクレレでやると素敵ですよね。まあ、どんどん皆さん広めていってくださいね。はい、じゃあいろんなご案内をさせていただきます。どうぞガズレレホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるんで、ぜひ行っていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これガズ CD 出してます。ガズレレの CD レッツゴー最高究極ゆりで2枚組の CD、 同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD で弾けるようになるレッスン CD。 すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作っておるわけでございますので、ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の夜音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコード屋さんの新宿店で、1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。あ、イベントをどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントをやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の先行発売もありますからね。翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントやります。ぜひホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ、本もね、いろいろ出してるんですよ、私。はい、これ、まず、主婦の友社から、出ている、いきなりウクレレ、地球一簡単、家庭音楽という本。これはガズさんはですね、病気になっちゃって、白血病から、骨髄移植させていただいて、ここまで来てる過程で、人生、音楽、豊かさ、考え抜いた本。ここ書いてます。はい、こちらはリットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、守りだくさんな音楽人生を、音楽はね、聞くよりやった方がいいんですよ、皆さん。どうです？ウクレレだったら簡単にできますからね。他の楽器ではこうはいきません。ぜひ皆さん、どんどんウクレレ楽しんで、その楽しさをいろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。